はい、大丈夫です。はい。瀬さん、なんかじゃあ、なんかみんなメッセージ入れてくださいよ。日本の若者に。若者ね。それこそあんだよ。韓国がな、台湾の人よ、うん。軍隊があれいいんだよ。2年間ぐらい。そんなしっかりするよ。ああ、そうかそうか。うん、やっぱ新聞入るよ。新聞。うん、日本の若者は本当にね、気力がない。うんもう少しね、そういう風に鍛えた方がいいんだよな、2年間。あ、なるほどね。うん。もう全部そろ、韓国もそう、台湾もそう、2年間。ガツがあるよね。そう、ガツ。規則正しくできる。あ、そういう思いすればな。そうだよ、やった方がいいよ。みんなふらふら、ふらふらしてるの、今。気力がし、欲がない。本当に欲がないもんね。うん、生活が豊かなんだってね、これだけね。そう。欲がないところね。で、それはお父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃんのみんな努力の結果だもんね。だからよし、俺一ヶ月1日でもいいからよ、社長になってやろうとか、そういう人もいないよ。あ、ハングリー精神がね。いいね、全然ない。あ、そうだね。何言ってんの？いいのかな、これ。どうもありがとうございました。はい、失礼します。